が変わってアテナの首をもらう。さあそこをどけ。勇ましいことだ。しかしこのアイオリアがそうやすやすと四肢球を明け渡すと思うのか。たった一人。引け獅子の矛をハイトニングプラズマ。なんだ今の閃光は。一瞬のうちに5人もズタズタにされるとは。言ったはずだ。敵である以上この四肢球は断じて倒産。通りたければ死を覚悟して通れ。あの男桁外れだ。レオのアイオリア、まさしく牙を剥いた黄金の獅子そのもの。